さて、続いての質問です。こんにちは。グースの時代からジョニーさんのファンです。ありがとうございます。指弾きの時、アルペジオですね。小指でピックガードに支えがないと、こういうことですね。腕がぐらついて弾けない。弾けないんですが、それでもいいのですか？たまに小指がつりそうになります。とのこと。まあ、これ非常に共感できるね、質問ですね。実際、僕、どっちも使うんですよ。小指。つける場合とつけない時っていうね。で、なぜかというとどっちにも長所があって、で小指つける時っていうのはまあちょっと大きめに音を鳴らしたい時ですね。まあ端的なのはこういう3フィンガーね。これは別に小指つけなくてもできるんですよ。どっちでもできるんだけど、まあ、やっぱ小指つけた方がちょっと音をまあラウドに鳴らすことができるっていうのがあるんで、まあ逆にこうちょっとメローな感じだったらつけないとかみたいな感じで使い分けてます。はい。で、なので、できればどっちもできた方がいいなと思うのと、どちらかというとやっぱり小指をつけないでやっぱり弾ける弾き方を知っていた方がいいと思いますね。で、そんじゃ、小指をつけない、その指弾き、手がぐらつかない、ぐらつかないためには、っていうか、ぐらつくその理由ですね。まあ、実際にその質問者の方の状態を見てるわけじゃないんで、なんともなんですけど、おそらく、手に力が入りすぎている、っていうのが一つあると思います。あと、こう、必要以上に、こう、指を動かそうとしているっていうのがあるんじゃないかなと思います。実際、指弾きそんなにね、力いらないんですよね。目安で言うと、そのなんていうか、こういう、なんかこう、軽い握り拳で、中に、まあちょっとこう、柔らかいもの、が入ってる。まあスポンジとかでも何でもいいんですけど、それを軽くこう、キュッ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 って、にぎ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 するような、もうこれぐらいの、動きで大丈夫なんです。で、やっぱどうしても、アルペジオって、それぞれの弦を弾かなきゃ。ね、それぞれの弦に意識がいくと、人間の、ね、勝手なその癖なんですけど、やっぱこういう風に、1弦で、2弦で、3弦でっていう風に、こう指がね、バタついちゃう癖がどうしても、この人間の普段の癖で出てしまうんですよ。で、そうじゃなくて、実際には、本当これぐらいのちょっとした動きでいいんです。こういう動き。まず、ポジションの基本的な考え方なんですけど、こういう風に軽く、握り拳をね、作る状態ですよね。作ってる状態。で、これで、親指を、5弦ぐらいでいいと思いますね。だいたい親指で6弦、5弦、4弦を弾くので、まあ、真ん中の5弦に、基準を置いていた方が、まあ、どっちにも対応できますんで、親指をまず、この握り拳の状態で親指をこう5弦のあたりに持ってくる。ね。まあ、この辺で、が、まあ、一応、ベースだと思っていただければ。で、その時に、この人差し指と中指が、この、3弦と2弦ですね。人差し指が3弦、中指が2弦っていう風に、こういう風に触れさせてるという。ね。こういう軽い握り拳の状態から5弦に親指をこう持ってきて、中指、人差し指と中指はそれぞれ3弦と2弦をこう軽く触れてるという状態。で、この状態で、さっき言ったちょっと軽く握る。これ今 C コードを押さえてるんですけど、はい。はい。この時に、弦にこう指をちゃんと引っ掛けようとか、そういうことはもう一切考えずにですね、軽く触れさせてる状態から、軽く、本当に、そっと、握り拳を、作ってあげるというようなイメージでやる。もう、この力加減ですね。基本的にはこれぐらいの力で、十分です。はい。
で、ちょっとこの状態で、少しラウドに音を鳴らしてんだったら、軽く小指をこう触れさせて。ね、でもそれ以外はもう、全然これぐらいの力加減で OK。もうこれぐらいで全然持ちますから。はい。結構ね、やっぱね、しっかり鳴らさなきゃいけないって、思っちゃう人が多いと思うんですけど、指弾き本当にね、優しく、もう、この感じ。ね。この感じで OK。もう、ね、もうこの感じで、全然持ちますよね。というような感じで、動かしすぎないことね。それぞれの指をこうやってしっかり動かすっていうんじゃなくて、こういうね、握り拳を軽く作るような腕全体の動きなんだというね、そのイメージが大事です。はい。そんなことを意識しつつ、やってみてください。